願いします。あ、今回も東京から、いや遠かったですよね、きっと。ありがとうございます。いや、でもなんだろうな、やっぱでもまだ、まあ、俺はその進藤さんに心、まあ、まだ許さねえぞって思ってる部分が正直ちょっとあって、こうやってこう取材してもらえるのとかも、なんかこの島の、まあ、PR とかになるっていうのは、まあ、大人とかもみんな言ってるんですけど、でもなんかちょっとどっかちげえなって思ってる部分はやっぱあって、なんだろうな、やっぱ俺まだそんな17年とかしか生きてないですけど、やっぱなんか島の外にあるものどっか信用できねえなって思うところがあって、うん、でなんかほら進藤さんとか本土の人間が来て島のこと取り上げたりしても、それでこう島がこう活性化しても、なんかそれって結局なんか本土に頼ってる感じとかするじゃないですか。でなんかそれなのにみんな大人とかがヘコヘコして、なんか中条とかの、あの民泊やってる中条です、あそこの親父とかもみんなヘコヘコして、なんかお土産買ってくださいとか、マジであれの、まあ、正直見てらんないっていうか、そういうところがあって、でも なんすかね、でもまあそういうこう外部に依存しないとやっていけないっていうのは、まあ、この島の、まあ、弱さでもあって、それはまあ本土の強さでもあって、それって一方でまあ本土の弱さでもあって、で島の強さでもあってなんかこう全部こうなってるんですよね、これ一致してるんですよ、これ全部表裏一体な、まあお好み焼きっすよね、こうなってるんですよ、全部こういうことなんですよ、マジでこれお好み焼きなんですよ、マジで。まあそういう感じなんですけど、でもまあまあでも俺はやっぱ許さねえぞって思ってる部分あるんです。なんすかね、だからこの島結構本土が近いんですよ、だからこう海峡挟んでなんか本土のでっけえビルとか、多分晴れてる日だと結構見えるんですけど、あのビルとかもなんか島の連中はみんな、うわ本土はやっぱ都会とかって言うんですけど、俺はどっか違えなって思ってて、なんか本当にビルなのかみたいな、なんかビルに見えるまやかしなんじゃねえかみたいな、なんかみんな34階建てとかって言ってるんですけど、そんなのあるわけねえっていうか、なんか多分その34階に見える細工が施してあるだけで、実際なんか2階建てとかのしょうもねえやつなんだろうなって俺マジでずっと思ってて、でみんながそういう本土のものとか憧れるとかがマジで俺許せなくて、まあ、でもなんか結局島がそうなってんのも なんだろうな、まあ、島の弱さであり本土の強さ、それは本土の弱さで島の強さでこう全部表裏一体なんですよね、だからお好み焼きなんですよ、これ全部お好み焼きなんですよ、わかります、こうなってるんですよ、お好み焼きなんですよ。で、まあ、それはそうと、まあまあまあ結局ね、うん、まあ、この島も、まあ、観光客とかのおかげでたまに今人入ったりしますけど、あれもなんか正直やっぱ俺は違えなって思ってて、結局外から来たやつの金ないとやっていけないんだったらこの島じゃねえっていうかところがあって、なんかやっぱ外からやってきてなんかいるんですよ、こうホテル作りたいとかって言ってこう金持ちとか来たりするんですけど、みんなヘコヘコするんですけど、やっぱ俺違うんですよ、みんなヘコヘコするんですけど、なんか俺は大人たちがヘコヘコしてる横でずっと喉元狙ってんですよ、こういつでも行くぞって、俺ナイフとか持ってるぞって、こうやってこうかっきり準備できてるぞって、こう俺こういうのあるぞって、こう俺はあるぞって、こうおいあるぞってずっと思ってるんですね。でなんか、まあ、そういう気持ちなくしたくなくて、でまあそういう気持ちなくしてないっていうのがやっぱ俺の強さで、それは俺の弱さで、俺の強さで俺の弱さだから全部お好み焼きなんですよ、世界って全部お好み焼きなんですけど、でもなんか結果なんすかね、観光船とかから来てこうなんか100人ぐらいの団体のお客さんとかで大人がみんなヘコヘコしてうちでなんか食ってってくださいとかっていうのもマジで信用できなくて、結局そういうの見ると俺はその外からやってきた100人に対して全員にこうあるぞって、俺首元行くぞ、俺あるぞ、ナイフ持ってるぞ、なんかそういうこうヘコヘコしてる島の大人たちにもこうあるぞって、俺は敵か味方か分かんないぞって、俺はどっちだ、俺あるぞって、でなんかそういうことやってる自分自身も結局いまだ一回もナイフ振るってないんで、俺に対してもこうあるぞって、全員にこういろんな向きでいろんな向きのあるぞがあるぞあるぞってずっと考えてて、でなんかまあそういう生活をしてたのが良かったんでしょうね、まあ未経験だったんですけど、まあ昨年のバドミントンでインターハイ3位になって、まあ、あるぞってあるぞおいあるぞってあるぞって言ったら、まあ、
アルゾだけで3位まで行って、なんか結構プレイスタイル珍しいって言われたら、なんか守備1個みたいな、防戦だけで守備拾うだけで3位すげえみたいに言われて、俺はだからバドの経験ないんで、なんか上からみんなやってるのそれ知らないんで、俺ずっとアルゾってみんながなんか上からこう来るそれ俺やり方わかんないんで、こうアルゾってアルゾアルゾアルゾってアルゾだけで、まあ3位まで行ったんで、まあなんすかね、まあ運も良かったんですかね。でなんかまあそれでまあ今なんか絶海の孤島の天才バドミントン少年みたいななんか取材とか、まあ何個か他の局からも来てるんですけども、やっぱでもそういうやっぱ俺の原点はバドじゃなくてアルゾなんで、その取材に来るカメラマンとかもアルゾって、俺はアルゾってずっと思ってるんですけど、ずっとアルゾって何なんですかね。でも正直3位だったの悔しいんですよ。なんか結局俺がやっぱ優勝すれば島舐められないみたいなのもあるじゃないですか。でもなんかそこでやっぱ俺が3位になった、それってのやっぱ俺の弱さであり本土の強さ、本土の弱さは俺の強さで、まあお好み焼きですよね、表裏一体なんで。いやでもお好み焼きかもわかんないですよ、お好み焼きにもあるぞってこれ。お好み焼き、お好み焼きをこうあるじゃないですか、浮かべるじゃないですか、お好み焼きこうやってあるぞってやると、まあ、分けられるんですよ、あるぞってあるぞ、みんな食えるぞってお好み焼きだぞって、まあ、そういうの普段ずっと考えてます。だから遠くのそのビルとか見ながらも、なんかあのビルがお好み焼きだったら何回切れば何人前かなみたいな、あるぞって、ビル34階本当にあるなら結構 何万人食えんだろ、あるぞあるぞあるぞってやってたらやっぱ強くなったんですかね。それがバドに来てるかしんないですけど、やっぱでも次の大会はやっぱ優勝したいんで、まあバドの練習してるわけじゃないんですけど、まあやっぱあるぞだけだと厳しいかなってなるんで、やっぱ上が何かあればいいんですけどね、ないんですよ。なんかそれがそれはやっぱ俺の弱さ、バドっていうスポーツがやっぱ生半可じゃないみたいな、ちゃんとしたスポーツだって、もうこれだけですよね。俺は強くないですよね、この場合。こうなんですよ、パーンって。なんかそういうその自分のなんか弱さみたいな、ちょっと許せねえなっていう、こう許せねえぞ許せねえぞ許せねえぞあるぞあるぞ許せねえぞあるぞあるぞ許せねえぞ